どうも、北里水産の木村です。豊洲で、築地も含めてですね、20年以上、魚やらせてもらってます。今日はですね、3回目の動画ということで、ウニを、ご説明させていただきたいなということでですね、今日は豊洲でですね、このウニ、見てください、6000円で買ってきました。いや、うまそうなウニですね、これね。本当に見てください、これ。もうこれ職人技ですね。これ並びって言ってですね、こう綺麗に並んでる方がやっぱり高いんですよね。ウニって何なんって、よく疑問に思われると思うんですけども、これウニっていうのは、一種卵なのかなと思うんですけど、ウニの卵じゃないんですね、これね。ウニの生殖巣なんですよ。精巣とか卵巣とか、雌雄一体なんですけども、これはどっちかというと、オスなのかなと。オスの方が黄色がかってる感じですね。でメスの方がちょっとオレンジがかってる感じなんですけども、一応そんな感じでちょっと見分けたりするんですけども、見てください、これ、ちょっとこれ黄色っぽいんで、黄色っぽいんで、ちょっとオスなのかなっていう感じですね。オスの方がちょっと濃厚で美味しいって言われてるんですけども、面白いのがですね、このオスが黄色っぽくてメスがオレンジっぽいんで、ハロウィンの時とかだと、この黄色とオレンジを使ってかぼちゃの形にしたり、ラグビーがワールドカップ今年、去年ありましたね、その時はラグビーをかたどったりしたりするんですよ。なかなか北海道の浜中なんかちょっと面白くてですね、ルパン三世の作者のモンキーパンチさんの生まれ故郷ということでですね、ここにもちょっと画像を載せておきましたですけど、モンキーパンチさんのね、ルパン三世の、絵が描いてあったりとかね、もう本当にいろんなウニがね、ちょっと面白い感じで出てきてるんで、ぜひね、豊洲とか来てですね、見て買っていただきたいなと思う。ここにも書いてありますけど、ロシア産の、バフウニ、通称赤ウニ、赤いんで赤ウニという、ね、バフウニ買ってまいりましたんで、今日はね、ウニの説明させていただきますね。一つ、今バフウニって言ったんですけども、これがちょっと栗っぽい、イガ栗みたいなね、ちょっとトゲの少ない、方のウニで、北海道ロシアでよく取れるウニなんですけども、その他によく聞いたことあると思うんですけど、紫ウニっていうのがあってですね、紫ウニ、通称白ウニっていうんですけど、紫なのに白って、どういうことって思うと思うんですけど、そういう感じなんですよね。これが紫ウニが北海道、青森、岩手、宮城、とかで取れるウニなんですけどもね、こっちの方がね、価値があるって言われてますね。よくね、聞かれるんですけど、ウニのバフンと紫どっちがうまいの、どっちがうまいんですかって、どっちが高いんですかって聞かれるんですけど、基本紫、白ウニって言われる方が、高いんですけど、どっちがうまいかっていうと、やっぱり紫の方がうまい、美味しいかなと思うんですよね。ただ見た目はね、やっぱこっちの方が美味しそうに見えるんですよ。どうしても紫より赤の方が美味しそうに見えるんで、やっぱこっちの方がね、圧倒的に人気あるんですけど、だってウニはやっぱ北海道がやっぱりナンバーワンって言われてるんですよ。北海道でもね、本当に各これを作ってる会社さんですね、一番とりわけナンバーワンは函館さんっていうところが作ってるのがですね、とりわけちょっと高くてですね、もう本当に普通に 4,5 万ぐらいするんですよ。であと、ね、北海道の道東で、浜中って場所があるんですけども、そこで取れるウニなんかもね、有名で、浜中小川さんとかもね、小川さんっていうメーカーあるんですけどもね、すごい有名なメーカーさんで、もう本当に丁寧に作ってるんですよね。やっぱり魚、ウニもそうなんですけど、魚はやっぱりこの扱いでやっぱりものが決まるんで、本当丁寧にやってる浜の方たちにね、本当にね、感謝と、脱帽と、畏敬の念と、いろんな尊敬の念がありますよね。ウニはですね、やっぱりちょっとこれよく見てもらうと分かるんですけど、ちょっとみんなアップでちょっと見ると分かるんですけど、ちょっと若干ね、ちょっと
ここら辺がちょっと溶けてる感じ、わかります？これ溶けてなければないほどやっぱり高いんですよね。あのウニってやっぱちょっと溶けるのが一番ダメなんで、溶けないためにですね、ミョウバンをね、水で溶かして、それでちょっとウニ洗ったりするんですけども、そのミョウバンがですねやっぱり苦い、薬臭いということでね、みんなウニがね嫌いになってしまうんですけども、夏とかねあったかいんで、どうしてもウニもすごい溶けやすいんですよね。で溶けやすいからやっぱりミョウバンもちょっときつめにしちゃうんで、どうしても夏のウニはですねミョウバン臭いってよく言われるんですけど、今はねそういうねミョウバンが全く入ってない、まあ、塩水ウニって、ね、塩水にこうプカプカ浮かんだウニとかもあるんでね、ぜひね食べたことない人ね食べてください。だいたい 100g でね3000円ぐらい、まあ、冬はですねやっぱ寒いんで、まあ、溶けづらいんで、ミョウバンも少ないんで、やっぱり冬のウニはねやっぱうまいですよね。次はですねちょっとお小遣い奮発してですね、4万から5万円というですね、ハタテのウニをちょっと買ってみたいと思いますんで、ぜひ、その時もよろしくお願いします。明日朝早いんでおやすみなさい。